照明に火が灯りました。ナイトゲーム、まもなくスタートです。神宮球場からお伝えしてまいります。セ・リーグ公式戦、東京ヤクルトスワローズ対阪神タイガースの16回戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことって何でしょうか？まあやっぱり先制点でしょうね。どちらが先に主導権を握れるのか非常に重要になってきますよね。どちらのチームが先に点を取るんでしょうか？まずはスワローズの先発ハフが神宮球場のマウンドに上がります。今日勝てば5勝目になります。初球打ち、センターへ打球伸びる。ここは打ち上げています。雄平抑えてワンアウト。バッターは注目のルーキー松永。前回のゲームではホームラン2本を含む4安打を記録しています。しっかり打点を上げていい働きしましたよね。はい。さあ今日も打った。大きな打球になった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてセンター深いところを破っていきました。バッターランナーは2塁まで進みました。これで30試合連続安打。ワンアウトランナー2塁となりました。さあスワローズ先制のピンチを迎えています。やはり先取点を取られると相手に主導権がいきますから、ここはしのいでおきたいですね。なるほど、そうですね。打ちました。スタンド一直線、文句入った。ホームラン、先制のツーランホームランです。タイガース、これでシーズン本塁打記録を塗り替えました。スワローズ先制を許します。2対0になりました。警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。しかしまだ2点差、後続はしっかり立って反撃といきたいところです。ご覧いただきましょう。警戒はしていたのですが、ここで打たれました。そうですね、慎重になりすぎましたかね。いきなりのホームラン、あっという間に先制点を奪われました。バッターは掛布。前回のゲームではホームラン2本を含む5安打の大活躍でした。いやー、立ってましたよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。スワローズ初回から先制点を許す形となっています。里崎さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ立ち上がりやれてますから、ここから調子を上げていってほしいですよね。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。打ちました。ファウルになります。ここはバッターがゾーンを広げて対応してきますから、より厳しめにいきたいですよね。打ちました。ヒットになった。これで3連打。ワンアウトランナー1塁です。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、一発が怖いですから、やはり低め中心のピッチングになると思いますね。なるほど、そうですか。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。これで4連打。ワンアウトランナー2塁1塁。さあそして打席にはオマリー入っています。さあランナーを得点圏に背負っています。序盤でリードされている分、ここは離されないようにしないといけませんよ。なるほど、そうですよね。これが2球目。2球目打ちました。このチャンス打ち上げてしまいました。インフィールドフライで2アウト。この打席でシーズン安打記録。バッターの近本、今シーズン得点圏での打率は5割3分3厘となっています。打ちました。山田一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガースツーランホームランがありました。2対0。タイガース2回の表、タイガースの攻撃。8番バッターはキャッチャー梅野。さてスワローズの先発はハフ。ここまで40引っ張った、取った、一塁送球します。アウト、ワンアウトです。ピッチャーに打順が回って先発の中村バッターボックスです。結構いいバッターでもあるんで、気を抜かずに行きたいですね。そうですね。真ん中打ちました。ファールグラウンドへのフライです。取ってツーアウトです。打順は1番に帰ります。バッター真由美、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね。ここは慎重に行くべきでしょうね。2球目打ちました。ここはフライになっています。西浦が抑えて3アウトチェンジです。この回タイガース3人で攻撃を終えています。里崎さん、立ち上がりに攻められてしまいました。
今日は本調子ではなさそうに見えますが、いかがでしょうか。まあただベンチとしては最低5回までは投げてほしいと思ってるでしょうね。そうですよね。これが3球目。打った！高い打球、センターの頭上、ぐんぐん伸びて入った！ホームラン！ソロホームランが出ました。これで7試合連続のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。その差を3点とされています。ご覧いただきましょう。スタンドまで運ばれてしまいました。この後の投球に影響が出てしまうんでしょうか。完璧に捉えてましたからね。この序盤戦さらにリードを奪われます。今画面に出ているのが先ほどの配球です。初球ボール。さあ2球目は何か。引っ張った、ファーストが取る、アウト、ワンアウト。4番バッター掛布、前の打席で打たれたのがねカットボールだったんで、今度はどう使うのか気になるとこですよね。なるほど、組み立ての高めのボール打ちました。大きな打球になった、ライトバック、入りました。ホームラン、ソロホームランが出ました。これがチーム3本目のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。スワローズ追加点を許します。4対0。4番に一発を浴びてしまいました。ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。まあタイミングが合ってましたからね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。バッターボックスには5番八木、先ほどの打席でヒットを放っています。初球は何から入ってくるか。初球から積極的に行ってほしかったですよね。はい、甘い球を見逃してしまいました。さあ外してくるのか。痛烈な打球、高く上がった、ぐんぐん打球は伸びている、伸び、突き刺さった、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。追い込んでからのストレートでしたが、きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。十分警戒はしていたはずですが、ここで一発を浴びてしまいました。ご覧いただきましょう。スタンドまで運ばれてしまいました。ホームランです。完璧に捉えてましたからね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。さあバッターはオマリー。ここで安打が出ればシーズン最多安打記録に並びます。真ん中打ちました。このフライは切れそうだ。切れました。ファールボール。真ん中打ちました。高く上がりました。ファールグラウンドへのフライです。中村が掴んで2アウト。バッターボックスは7番近本。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。2アウトになっています。打った高く上がった、頭上、ぐんぐん打球入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これがチーム5本目のホームラン。初球でした。打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。スワローズ追加点を許します。6対0になりました。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスは8番梅野。タイガースこの回7人目のバッターになります。打ちました。ヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。ツーアウトランナー二塁。ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。小宮山さん、どうご覧になりますか。そうですね、コントロールもバラバラですからね。そうですよね。まあただバッターからすればここで攻めておきたいところです。釣り玉、しかし誘いには乗りません。ファウルになります。振ってくれませんでしたよね。はい、高めストレート外れてボール。ここもファウルです。打ちました。破っていった、一気に右中間へ。セカンドランナー三塁を回った。
セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。ライト前へのタイムリーヒット、7対0。スワローズもうこれ以上点はやれません。打順はトップに帰って真由美。さあまず1球目、初球ボール引っ張った、打球はレフトへ。この打球はフライになっています。バレンティンが掴んで3アウトです。しかしこの回タイガースホームランで追加点を挙げています。7対0、タイガースのリード広がっています。これから4回タイガースの攻撃です。一方スワローズはピッチャーが変わります。市川が2番手としてマウンドに上がります。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ強打者のイメージがね強いんですけど、逃げずに強気のピッチングでいきたいですね。ああなるほど、やはりバッターの特徴をついた。打ちました、これは大きい、伸びていく、センター深いところ破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3打数3安打の猛打賞、ノーアウトランナー2塁です。これが1球目、初球打ち、打った瞬間確信したか、ぐんぐん打球入った、ツーランホームラン、これが今日2本目のホームラン。初球でした、しっかり引っ張られるとファンの悲鳴の中フェンスを越えてしまいました。スワローズ追加点を許します。9対0、ここで一発を浴びてしまいました。さあバッターは掛布、いい当たり、ライト下がっていく、下がっていく、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン、3塁回って今ホームイン、10対0。主砲の一振りでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。5番バッター八木、先ほどの打席でソロホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、初球は際どいところに来ました、ストライクです。切りました、ファールボールです。この打球は3球目打っていきましたがファールグラウンドへの当たりでワンアウトです。バッターボックスオマリー、先ほどの打席はファールフライに倒れています。ワンアウトになっています。打ちました、これは浅いフライ、初球から積極的に行きましたがライト掴んで2アウト。バッターボックス近本、先ほどの打席でソロホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。ジャストミート、ライト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン、今ゆっくりと打ったバッターホームイン、11対0。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックス梅野、さっきはツーベースを打たれましたからね。はい、そうですね、ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。打った、山田抑えて一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。11、小宮さん、ここでこれ以上離されるといよいよ逆転が難しくなってくると思うんですがいかがですか。そうですね、もうブルペンのピッチャーがここから大事になってきますね。そうですよね。いや素晴らしい球ですよね。インローのストレート、力のあるボールです。ボールになります。打ちました、ヒットになりました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、存在感のあるバッターですけども、逃げずに思い切って攻めていく。打ちました、ワンバウンドヒットになりました。真由美ヒットが出ました、ノーアウトランナー二塁一塁。バッターボックス松永、まあ、スワローズとしては
ここから追加点を取られると厳しい状況がさらに厳しくなりますからね。なるほど、そうですね。これが初球、甘いコースでしたが見送っています。ここは見送ります。バッターボックスの松永、今シーズンの得点圏打率は、打ちました、取った、一塁へ送ります。アウト、ワンアウトです。バッターボックス、バース、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、タイガースランナーを進めています。さて今日のスワローズの先発は打ち込まれて交代したハフ、今日はベンチの期待を裏切ってしまう結果となりました。ファウルになります。高めに来た変化球ですが空振りです。外野フライすら打たせたくないこの場面、三振を奪えるか。打ちました、いい当たりだ、ライトが追いかける、ぐんぐん打球入った、ホームラン、スリーランホームランが飛び出しました。これで2打席連続のホームラン。追い込んでからのストレートでしたが、前でしっかり捉えられた打球はスタンドまで届いてしまいました。スワローズ追加点を許します。14対0、クリーンナップに一発を浴びてしまいました。バッターボックスは4番、掛布。まあ前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ、取りました、ツーアウトになりました。バッターボックスは5番、八木。今日はホームランを放っています。ツーアウトランナーありません。初球ボール、ストレート外れました、ボール先行です。ここはファールを落とせるようなボールでもいいですよね。なるほど、さあ何を選択してくるか。打ちました、浅いフライ、ヒットになった。これで3安打猛打賞、ツーアウトランナー1塁。バッターは6番、オマリー。今日はまだ当たりがありません。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね。ここは長打を警戒しておきたいですよね。はい、そうですね。タイガースこの回7人目のバッターになります。ファウルになります。インサイド落ちました、取ってスリーアウトです。しかしこの回タイガーススリーランホームランで追加点を挙げています。これから6回タイガースの攻撃。さあマウンドに上がったのは梅野、今シーズン26試合目の登板です。打ちました、これで2試合連続の猛打賞、ノーアウトランナー1塁です。打席には8番バッター梅野、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナースタート、キャッチャー2塁送球する、タッチアウト、盗塁失敗。三遊間、西浦取って、ツーアウトです。次はピッチャーの打順ですが、先発の中村打席に入ります。まあやはり好投しているんで、もう少し引っ張りますよね。そうですね。力のあるストレートですよね。はい、低めのストレート、ストライク、あっという間に2ストライクです。1、2塁間、山田取って3アウトチェンジ。この回タイガース結局3人で攻撃を終えています。里崎さん、だいぶ厳しい展開となっているんですが、選手たちはもちろんまだ諦めてはいませんよね。いやもちろんですよね。最後まで試合は打ちました、これは浅いフライ、ヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達、これでマルチヒット、ノーアウトランナー2塁です。打ちました、ショート取った、一塁へ、アウト、ワンアウト。バッターは3番、バース。先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、
ワンアウトランナー三塁です。今日はバッティング絶好調、3本連続のホームランは狙ってくるんでしょうか。うーん、里崎さん、本当ドカーンと大きな当たりです。スタンドに入ったホームラン、ツーランホームランが出ました。なんと3打席連続のホームラン。追い込んでからのストレートでしたが、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。スワローズ追加点を許します。警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。バッターボックス掛布、初球簡単にストライクを取ります。スピードボールを持っています。しっかり捉えた、センター下がっていく下がっていく、ボールはフェンスまで到達しました。バッターランナーは二塁到達、これが今日4本目のヒット。ワンアウトランナー二塁となりました。バッターボックス八木、前の打席はしっかり捉えてましたからね、ええ、ここはタイミングをずらすような工夫をしたいですよね。そうですね。打った、スタンド一直線、文句な、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、弾き返された打球はスタンド深くまで運ばれてしまいました。スワローズ追加点を許します。十分警戒はしていたはずですが、ここで一発を浴びてしまいました。打席には6番バッターオマリー。いい当たり、これは大きい、伸びていく、ストレートを打っていきましたがセンター掴んで2アウト。バッターは7番近本。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。ええ、さあここはどういった攻め方をしてくるか。ジャストミート、伸びていく、ここはフライになっています。2球目打っていきましたが最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。ゲームは8回に入ります。タイガースの攻撃、打順は8番梅野。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。スワローズ厳しい展開で8回を迎えました。さあ里崎さん、この回はきっちり抑えていきたいですよね。まあそうですね、気持ちを切らすことなくいってほしいですね。まだまだ諦めないためにもここはきっちりゼロで抑えなくてはなりません。ファウルになります。真ん中打ちました、これもファウル、ボールになります。次が4球目、打ちました、ヒットになった、これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー2塁1塁、打順は1番に帰ります。バッター真由美、さっきはツーベースを打たれましたからね、打ちました、いい当たりだ、下がっていく下がっていく、グン入った、ホームラン、スリーランホームランが出ました。スワローズ痛い一発を浴びています。初球でした、きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。スワローズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。スワローズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の五十嵐。さあマウンドを任されたのは五十嵐、今シーズン30試合目の登板です。さあ初球は何か、打ちました、これは大きい、伸びていく、この打球は落ちるか、どうだ、初球から積極的に行きましたがセンター掴んでワンアウト。これはファーストゴロ、畠山取って一塁そのまま入ってアウト。バッターは4番掛布、先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。初球ボール、次が2球目、空振りになります。さあ3球目は何か、ファウルです。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。しかしこの回タイガーススリーランホームランで追加点を挙げています。これから9回タイガースの攻撃です。さあ里崎さん、
だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、最終回になりましたね。まあ最後まで諦めないためにもここはしっかり抑えないといけませんよ。そうですね、いい形で攻撃につなげたいところです。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。ピッチャーが落下点に入ります。マクガフが抑えています。ワンアウト。打順は6番オマリー。今日は当たりがありません。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたから。打ちました。高く上がった。ぐんぐん打球は伸びて突き刺さった。ソロホームランが出ました。このホームランでシーズン最多安打記録に並びました。初球でした。しっかり踏み込んで引っ張られた打球、スタンドまで運ばれています。スワローズ追加点を許し、ここで一発を浴びてしまいました。打席には7番バッター近本。今日は先発全員にヒットが出ています。里崎さん、ちょっと打たれすぎですよね。そうですよね。まあ相手打線の調子もいいと思いますけど、バッテリーは立て直しが必要でしょうね。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。3球目見送っています。ボール。打ちました。大きな打球になった。この当たりはどうか。右中間真ん中破りました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。これで4試合連続安打。ワンアウトランナー2塁となりました。バッターボックスは8番梅野。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ヒットでランナーを2塁に。バッターボックスには代打のアリアス。里崎さん、この場面で変えてきましたね。まあ相手は完全に突き放しにかかってますから、なんとか跳ね返したいところですよね。そうですね。さあ一度気持ちを切り替えて踏ん張ってほしいところ。初球は何で来るか。初球から振ってきましたが、うまく変化球でかわしました。外の低め見極めます。152キロ。センターへ持っていった。いいところに上がっている。この打球はフライになっています。セカンドランナータッチアップ。中継にボールが送られる。ツーアウトランナー三塁とかあります。さあバッターボックスには先発の中村入ります。まあベンチとしては完投してくれということなんでしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。変化球打った。高いバウンド。一塁アウト。これでスリーアウト。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。残念ながらヤクルトスワローズ敗れてしまいました。これぐらい一方的な負けの方が諦めがついて気持ちの切り替えが早いかもしれません。ただ非常に反省点が多い内容でもありましたので、この負けをぜひ次に生かしてほしいと思います。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のヤクルトスワローズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。
照明に火が灯りました。ナイトゲームが行われます。神宮球場からお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、東京ヤクルトスワローズ対阪神タイガースの17回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。小宮山さんは現役時代数多くのバッターと対戦されたわけですが、苦手なバッターのタイプというのはあったんですか？いや、基本的にバットを持ってフルスイングする人みんな嫌いでした。そうですか。やはり当たれば飛ぶというね、威圧感があるからでしょうかね。小宮山さん、やはりバッテリーとしては立ち上がりきっちりストライクが入るかどうかポイントだと思うんですが、いかがでしょう？そうですね、とにかくしっかりとコントロールできるかどうかっていうところが大事なことになりますからね。なるほどね。コントロール重視の小宮山さんらしいコメントありがとうございます。真ん中打ちました。切りました。ファールボールです。インコースファウル。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。バッターは注目のルーキー和田スアレス。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。打ちました。痛烈な打球伸びていくと入りました。ホームラン。先制ホームランです。タイガース、スワローズ初回いきなり先制弾を浴びました。スワローズ先制を許します。1対0。ここで一発を浴びてしまいました。しかしまだ1点差。後続はしっかり立って反撃といきたいところ。結局ライナーでスタンドまで運ばれてしまいました。ホームランです。タイミング合ってましたからね。このホームランでピッチャーも目が覚めたんじゃないでしょうか。バッターはオマリー。昨日のゲームでは見事なホームランを放ちました。スワローズ初回から先制点を許す形となっています。小宮山さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ、ピッチャーの立ち上がりは精神的にも不安定なこと多いですから。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。痛烈な打球、高く上がった、頭上入った。ソロホームランが出ました。このホームランでシーズン最多安打記録を更新しました。真ん中に入ってしまったストレート、ジャストミートされた打球はフェンスを悠々と越えていきました。スワローズ追加点を許します。2対0になりました。ここで一発を浴びてしまいました。ご覧いただきましょう。スタンドまで運ばれてしまいました。この後の投球に影響が出てしまうんでしょうか。完璧に捉えられてましたよね。立ち上がりを攻められています。バッターは注目のルーキー掛布。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。スワローズ初回から相手打線に捕まっています。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これで3連打。ワンアウトランナー1塁となりました。さあバッターは八木。ここでホームランが出ると通算100号ホームランの達成となります。初球空振り。高いですね。低めで打ち損じを狙いたいですね。なるほど、そうですか。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。まあ、肩が強いキャッチャーですから、ここは迂闊に走れないでしょうね。そうですね。危ない球です。3ボール2ストライクです。切れました。ファールボール。ここはもうゾーンギリギリを狙って全力投球ですね。なるほど。打ちました。ここはフライになっています。ピッチャーが構えます。掴んで2アウトです。この松永、ここのところ5試合で打率は6割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。試合前に話したんですけど、本人も今はボールがよく見えてる。初球打ち、この打球はフライになっています。畠山が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース2本のホームランが飛び出しました。2回に入ります。7番から始まるタイガースの攻撃、近本が打席に入ります。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。さてスワローズの先発はスアレス。今日が10試合目の登板です。前回の登板は5イニング投げて自責点3、勝敗はつきませんでした。打ちました。これはどうだ。スアレス
アウト、ワンアウトです。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている梅野。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。スアレス、まずは先頭バッターを打ち取っています。次は厳しいところに決めてカウントを整えたいですね。なるほど。さあ何を選択してくる。引っ張った、これはどうか、ヒットになった。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。そしてこれが今シーズン60本目のツーベースヒットということになりました。インサイド落ちました。フェアかファウルか、入れました。ファウル、抜けていれば貴重な追加点というところでした。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。鮮やかなタイムリーヒット、3対0スワローズ。もうこれ以上点はやれません。ここはピッチャーにタイムリーが出て追加点を奪われています。そうですね、もうこれ以上点をやってはいけない場面ですからね。この序盤戦さらにリードを奪われます。バッターの真由美、今シーズン得点圏での打率は5割4分2厘となっています。こういう場面で初球からストライクを入れられるのは自信があるからでしょうね。なるほど。次が3球目。ここは見送ります。打ちました。いい打球だ。大きな打球になった。レフト下がっ、そのままスタンドに入りました。ツーランホームラン。これがチーム3本目のホームラン。追い込んでからのストレートでしたが、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。これはきつい一発ですよね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。打順は2番和田。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど。そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。真ん中打ちました。さあどうだ、ヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。打ちました。西浦、一塁送球、アウト、ツーアウト。打席には4番バッター掛布。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。タイガースこの回7人目のバッターになります。低め見ました。ボールです。ボールになります。4球目は何で来るか。ドカーンと大きな当たりです。打った瞬間入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これがチーム4本目のホームラン。低めのボール、しっかり引っ張られるとファンの悲鳴の中フェンスを越えてしまいました。スワローズ追加点を許します。7対0。相手が4番とはいえ悔しい一発を浴びてしまいました。ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。小宮山さん、どうご覧になりますか。苦しいピッチングになってきましたよね。ああ、なるほど。ベンチはこれをどう判断するかですよね。初球打ち、これは三塁側のスタンドに入ります。打った、西浦掴んで3アウトチェンジ。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。7対。これから3回タイガー、小宮山さん、序盤で先発投手降板となってしまいましたがいかがですか。そうですね、ここから見ていても本調子じゃなかったんで、まあ取り返しのつかなく打った、取りました。ワンアウト。打順は7番近本。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ワンアウトランナーありません。打ち上げた、浅いフライ。この打球はフライになっています。初球から積極的に行きましたがツーアウトとなっています。8番バッター梅野。先ほどはツーベースを打ってますから、ここはより慎重に行ってほしい。打った、西浦掴んで3アウトチェンジ。この回タイガース三者凡退です。7
先発の西がバッターボックスに入ります。いやもう打たれてはいけませんよ、相手はピッチャーですからね。そうですね。打ちました、取った、アウト、ワンアウト。打順はトップに帰って真由美、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい、まずはワンアウトを取っています。さて今日のスワローズの先発は序盤大量失点で交代したスアレス。今日はベンチの期待を裏切ってしまう結果となりました。外れてますか。はい、変化球わずかに外れてボール、打ちました、いい当たりだ、大きな打球になった、センター下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。スワローズ追加点を許します。8対3。フォークが真ん中に行ってしまいましたね。はい、どうかなと思ったんですが、ギリギリスタンドまで持っていかれました。そうですね、最後の最後で伸びていきましたよね。点が入りました、リードを広げられています。バッターボックスには2番和田、今日はここまでホームランを含む2打数2安打マルチ安打を記録しています。いや今度こそ抑えないといけませんね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。打ちました、これはどうか、取りました、ツーアウトになりました。打順は3番ゴマリー、今日はホームランを放っています。ツーアウトランナーありません。打った、高く上がった、伸びていく、どうだどうだ、センターオーバーのヒットになりました。バッターランナーは2塁到達、これでマルチヒット、ツーアウトランナー2塁。バッターボックスの掛布、今シーズンの得点圏打率は6割5分となっています。打ちました、高く上がった、この当たりはどうか、右中間を深々と破るヒットになりました。セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。右中間へのタイムリーヒット、9対3。スワローズもうこれ以上点はやれません。バッターは5番八木、まず変化球を見せてきました。打ちました、高く上がった、頭上、レフトポール際、判定はファウル。外、打った、これはどうか、この打球は落ちるか、どうだ、バレンティンが抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。9対小宮山さん、ここから逆転するためにもこの回はぜひゼロに抑えなくてはいけませんね。まあそうですね、もうこれ以上点をやったらもうゲーム壊れますんでね。打った、右中間に強い打球、さあどうだ、フェンス直撃、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。松永ヒットが出ます、ノーアウトランナー二塁です。バッターボックスには7番近本、まあ、スワローズとしてはここから追加点を取られると厳しい状況がさらに厳しくなりますからね。なるほど、そうですね。引っ張った、ワンバウンドヒットになりました。二塁へ送球する、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁、タイガース1点追加します。目の覚めるようなタイムリーヒット、10対3。スワローズなおもピンチです。バッターボックスは8番梅野、まず何を投げてくるか。打ちました、いい当たりだ、大きな打球になった、レフト入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これがチーム6本目のホームラン、初球でした、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。スワローズ追加点を許します。12対3。打たれてはいけない相手に打たれてしまいました。ピッチャーに打順が回って先発の西がバッターボックスです。いや今日は1本打たれてますからもう打たれるわけにはいきませんよ。そうですね。初球空振りです、得意のボールでストライクを取りました。打ちました、2球目打っていきましたがワンアウトとなっています。バッターの真由美、ここ5試合でホームラン5本を含む活躍を見せていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。しっかり捉えた、伸びていく、
左中間深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー二塁となりました。まずは見送ります。ワンボール、ファウルになります。バッターの和田、今シーズン得点圏での打率は5割9分8厘となっています。痛烈、またファウル。ここもファウルです。打ちました。これはどうだ、センターへ抜ける、ホームに送球する。これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー三塁一塁。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、やはり長打は避けたいですから、高めを少し見せつつも要所は低めを攻めることになりますね、うん、打ちました。ライトが下がっていく、頭上ぐんぐん入った、ホームラン、スリーランホームランが飛び出しました。これが今日2本目のホームラン、初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。スワローズ追加点を許します。15対3、クリーンナップに一発を浴びてしまいました。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。うん、やっぱりスリーベースが一番難しいですよね、打力だけでなく足も必要になってきますからね。打ちました。打った瞬間確信したか、ぐんぐん入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。主砲の一振りでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。打席には5番バッター八木。初球は何から入ってくるか、打った、西浦抑えて一塁アウト。バッターボックスには6番松永。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。アウトコース見送っています。ストライクになります。ワンボールツーストライクです。ボールになります。まあ次のボールが勝負ですね。しっかりコントロールしてギリギリに投げたいですね。打ちました。これは浅いフライ、ヒットになった。これでマルチヒット、ツーアウトランナー一塁。スワローズピッチャーが変わります。さあマウンドに上がったのは梅野、今シーズン27試合目の登板です。昨日のゲームでは2イニングを投げている。ランナー飛び出す、ランナー挟まれた、二塁送球、二塁タッチはアウト。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。神宮球場からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。7番から始まるタイガースの攻撃、近本がバッターボックスに入ります。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから、はい、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね。スワローズ厳しい展開で6回を迎えています。打ちました。伸びていく、積極的に行きましたがセンターライナーに倒れています。これで2アウト。次もスライダーを続けてもいいかもしれませんね。なるほど。ここは落としてきました。打ちました。うまくさばいて3アウトチェンジ。この回タイガース3人で攻撃を終えています。この打席で安打が出ますとシーズン安打記録と並びます。しかし今シーズンはよく打ちましたね。そうですね。さあこの打席で達成なるのでしょうか。見送っています。ボール、打ちました。これは大きい、伸びていく、ここは打ち上げています。ストレートを打っていきましたがセンター掴んでワンアウト。
今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打ちました。伸びていく。ヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。今日2本目のツーベースヒット。ワンアウトランナー二塁となりました。打席には3番バッターオマリー。先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、打ちました。右中間に大きな打球。この当たりはどうか。右中間破っていきました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。右中間へのタイムリーヒット。スワローズもうこれ以上点はやれません。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。次は甘くなるくらいならボール気味でいいですね。なるほど、そうですか。3球目は何で来るか。打ちました。取ってツーアウトです。打順は5番八木。今日はまだ当たりがありません。ツーアウトになっています。甘いコースでしたが見送っています。2球目は何で来るか。2球目打ちました。レフトが追いかける。ぐんぐん打球が伸びている。伸び入りました。ホームラン。ツーランホームラン。これが通算100号のメモリアルアーチ。真ん中に入ってしまったストレート、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。ここでプレーを中断しまして花束が授与されます。いやー、西さん素晴らしいホームランでしたね。ここまでいろんなことがあったはずですからね。喜んでるでしょうね。はい、これも日々の練習経験の積み重ねということなんでしょう。打った。打った瞬間確信したか。ぐんぐん打球が伸び入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。7番バッター近本。タイガースこの回7人目のバッターになります。これも初球打ち。伸びていく。ヒットになった。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。これでマルチヒット。ツーアウトランナー二塁。ピッチャーはちょっと苦しくな。バッターボックス梅野。今日はホームランを放っています。いや、アウトにはなりましたけどいい当たりでしたから、ここは注意した方がいいですよね。はい、そうですね。ヒットでランナーを二塁に置いています。バッターボックスの梅野、今シーズンの得点圏打率は6割2。打った。大きな打球になった。打球を追っているがこれはヒットになりそうだ。レフトオーバーのヒットになりました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。スワローズもうこれ以上点はやれません。スワローズピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でマウンドに上がったのは近藤。さあ打席には先発の西が入っています。調子自体は悪くないんで引き続き投げさせるということですね。はい、そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。これが2球目。よどい球わずかに外れています。引っ張った。これはどうか。三遊間抜ける。ホームに送球。これでマルチヒット。ツーアウトランナー三塁一塁。さあバッターは真由美。ここで安打が出ればシーズン最多安打記録に並びます。さあ西さん、あと1本で記録に並ぶということになりました。まあやっぱりね、あと1本というところでね、当然プレッシャーあると思いますよ。そうですね、注目の打席となります。空振り。ここはランナーを変えさせません。スリーアウトチェンジ。しかしこの回タイガース2本のホームランで。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打ちました。センター下がっていく。下がっていく。フェンス直撃。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3打席連続のヒット。ノーアウトランナー二塁です。打ちました。痛烈な打球。切りました。ファールボールです。バッターのオマリー、今シーズン得点圏での打率は。打った。スタンド一直線。文句な。入った。ホームラン。
ツーランホームランが出ました。なんと今日3本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。いい当たり、伸びていく、打球を追っているがこれはヒットになりそうだ。右中間深いところ破っていきました。バッターランナーは二塁到達、これで3連打、ノーアウトランナー二塁です。まず変化球決まってワンストライク、2球目打ちました、セカンド取った、一塁送球アウト、ワンアウトです。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。まず変化球決まってワンストライク、痛烈な打球、高い打球突き刺さった、ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。スワローズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスは7番近本。さっきツーベースを放っていますからね、ええ、ここは警戒しているでしょうね。そうですね。際どいコース外れました。ジャストミート、ライト下がっていく、下がっていく、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。甘くなってしまいましたね。バッターは振ってくるカウントなんでボール球でも良かったと思いますね。はい、ピッチ打席には8番バッター梅野。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、はい、まあ、打ちました。レフト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。なんと3者連続のホームラン。三塁キャンパス回ってホームに帰ってきました。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。スワローズピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でマウンドに上がるのは市川。次はピッチャーの打順ですが、先発の西が打席に入ります。好投してますから変えずに投げさせますね。そうですね。打ちました。これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー一塁です。打順は1番に帰ります。バッター真由美、今日は2本のホームランを放っています。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね。ヒットでランナーを1塁に置いています。ワンボールツーストライクです。打ちました。これはどうか、このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これでシーズン最多安打記録を達成。ワンアウト三塁二塁です。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。さて西さんも1999年に対広島戦でサイクルヒットを達成されていますが、当時を振り返っていただいていかがですか。最後打ちました。ショート取った、一塁送球します。アウト、ツーアウト。バッターボックスには3番オマリー。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい、ツーアウトになっています。引っ張った、ファーストを取った、一塁を送ります。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガースホームランで追加点を挙げています。これから9回タイガースの攻撃です。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球ストライクを取りました。2球目打ちました。さあどうだ、外野